JAIA 日本自動車輸入組合が毎年開催している輸入車試乗会、モータージャーナリストや報道関係者の方々にテストドライブの機会を提供する恒例のイベントです。今年2011年は2月1日からの3日間、神奈川県の大磯プリンスホテルをベースに開催されました。JAIA の試乗会はおかげさまで、今年で31回目を迎えます。この JAIA の場ではですね、全ブランドで数多くの車種を同時に同じ場所で比較することができます。それがこの試乗会の最大の特徴でありまして、その趣旨が皆様にご賛同いただきまして、これだけ長いこと続けたんだというふうに思っております。今年の輸入車のトレンドというか、自動車のトレンド全体ということが言えるかもしれないんですけれども、ここ何年間もずっとエコというふうに言われてきてました。しかしエコというだけではですね、なかなかお客様も目を向けてくれなくなっております。やはりその車というものはですね、エコというだけではなくて、やっぱり移動手段であるということが基本にありまして、その移動するのも移動するだけではなく、乗って楽しい、運転して楽しい、そういったような付加価値も合わせて、やっとその自動車というものが魅力あるものになるというふうに思います。こういった機会も通じましてですね、ますます皆さん切磋琢磨いたしまして、より高いレベルのエコと、それから自動車の走る楽しみ、これを両立していって、日本の自動車文化の発展にますます貢献できればというふうに思っております。今回の試乗会では自動的にブレーキを作動させる機能を搭載した新型車も出展されました。参加いただいたモータージャーナリストの方々に今年の関心テーマなどについてお話を伺いました。最近こう車に乗る楽しみといいますかね、車自体の楽しみ、走らせて楽しい、眺めて楽しい、自分で所有して楽しいっていう、そういう楽しさの部分、五感に響くような魅力の部分がどうしてもないがしろにされがち、犠牲になりがちなような気がするんですけども、で、差別するわけではないんですが、どちらかというと輸入車にはそういった魅力がまだまだ残ってるかな、車作りに関してそういうふうに思うんですけれども、なので特に輸入車、どれだけまだ我々、車好きを楽しませてくれる車に仕上げてくれてるか、その辺は最大のチェック項目だと思います。年に一度の、本当に一度に全車試すことができる機会ですので、それだけ我々も楽しみにしてますし、その楽しさをいろんな広くユーザーの方に伝えることができるチャンス、取材の機会でもありますので、ぜひぜひ頑張って続けていただきたいというふうに強く思います。今年面白いなと思ったのは、エンジンの魅力がある車が増えているなと思いました。で、普段私はエコカーの記事をたくさん書いていて、EV だったりハイブリッドだったり乗っていることが多いんですけれども、こういう機会にエンジンの魅力のある車というのをピックアップして乗ってみました。 JAIA の試乗会はもう長年続いているというふうに聞いているんですが、やっぱりこの試乗会がなくなっちゃうと自動車業界寂しいなと思います。で、ここに来てちょうど年始のご挨拶も含めて皆さんと会えて、で、来年もこうしたたくさん車を乗れるという自分でいたいなと思って1年間仕事を頑張っています。今年31回目の JAIA 輸入車試乗会、おかげさまで事故なく試乗会を無事に終了することができました。